says it all. The Tokyo Kid coming correct on his first attempt. Patrick, man, oh man. Yuto Horigome taking over first place. アメリカに来ようと思ったタイミングはちょうど4年、4、5年前ですね。アメリカで移住した時は一人で来ましたね。まあ、アメリカがやっぱりスケートボードの、まあ、本拠地みたいな感じなんで、アメリカのプロスケーターの人とかすごい憧れてて、でいつか僕もアメリカでプロになりたいなっていうのが思って、やっぱりそこに出た時はもうすごい本当にもう夢のようでしたね。やっぱり憧れのプロスケーターとかも出てたんで、そこで一緒にスケートできてることがすごい嬉しかったですね。そのアメリカでその小さい頃にやっぱり大会にもずっと負けてたんですけど、そこでやっぱりどうしたら勝てるのかなって思った時に、やっぱりアメリカ人と一緒のことしても全く目立てないし勝てないなと思ったんで、その時まだ全然技とかもそんなに覚えてなかったんで、基本の技をもっと完璧にしたりとか、そういうのがあったら自分にができるんじゃないかなって思って、そこから自分なりにアレンジするようにしてますね。そこで人と少し違うトリックをやるようになって、なんか決めたら1位になれるかもしれないっていうところの場面で、みんな観客がすごいなんか立ち上がってくれて、すごいなんか応援してくれてて、それが自分の中では一番の印象ですね。やっぱり本当に日々の積み重ねがもうすごい良かったんだと思います。まあ、4年前にオリンピックが決まったんですけど、すごいびっくりしましたね。なんかやっぱりテレビとかでしか見たことなかったんで、なんかどういうものなのかとか想像も全くつかなかったんで、まあ、少し楽しみではありましたね。東京オリンピックに出られるように頑張らないとっていうのは自覚してますね。スケートボードはやっぱりなんかストリートがやっぱりメインで、まあ、コンテストはなんかそれの次みたいな感じで、スケボーの魅力は、まあ、なんかもう誰にも縛られずになんかできるっていうことと、まあ、やっぱりそれは本当に憧れてたコンテストなんで、なんかもう出れるだけでもすごい嬉しくて、もうみんなから憧れるような存在のプロスケーターになりたいですね。